アパーガードの話、アパーガードの話、歯磨き粉でアパーガードっていうねブランドというか、まああれがありまして、私ねアパーガードをずっと買ってるんですね。あのアパーガードはね、その傷ついた、歯、傷ついた歯ですね、これを再石灰化したりとか、こう修復したりっていう、そういう、まあ、機能を持ってると。うん。まあ、そういう特別な、歯磨き粉でね。もちろん大きなね、虫歯とかは治らないけども、小さな、もう、ね、虫歯とか、傷みたいなものだったら治せますよ、みたいな、そういう、感じで、なんですね。うん。だから、私はね、これまでもたまに歯がね痛くなったり、初期虫歯みたいな感じですかね、そういう時があったので、もうかなり前からもう5年10年はアパガードしか買ってないというね。でたまにね浮気してね、別の歯磨き粉、普通のね別の歯磨き粉に変えたりもするんですけども、そうするとなんか途端に歯が痛くなるぞみたいな、そういうこともありますので、また戻したりとかしてますね。でアパガード使ってるとまあまあ調子いいと、まあ、絶対にね歯が何食べてもどんな生活しても歯が痛くならないかって言ったらそれは嘘ですけども、まあ、アパガード使っててまあちゃんと気をつけてね歯磨きとかしていけば、そうそう歯は痛くならないと、いう感じなんですね。はい。でもうアパガード以外の歯磨き粉を使うのはねちょっと怖くて、でもうアパガードしか使ってないので、これ発売中止にされちゃうとねだいぶ困ってしまうという、そういう、まあ商品というかブランドというかね、そういうことなんですけども、アパガードね一つ難点がありまして、ね、まあまあ高いというね。これね買ったのはまだ根元に1本ありますけども、アパガード M プラス、まあ1000円前後、はい、1000円前後です、これ買ったのはね。でアパガード置いてない店もあるんですよ。だけどまあ結構一般的なブランドなんで置いてるところの方が多いですかね。ドラッグストアには当然ありますし、それから、ホームセンターとかね、そういう小売店みたいなところにも、あるところにはあると。はい。大きな家電屋の、まあそういう洗面用具とかね、そこにも置いてますし、いろんなとこ置いてるんで、いくつか、3箇所か4箇所ぐらい、ここには置いてるっていうのをね目をつけといて、買いに行くときはそこ回ると、であったら買うみたいな。もちろん売り切れたりとか、そういうもう取り扱わなくなったりとかね、そういうアクシデントもありますんで、まあ、早め早めにね、ちゃんと買いに行くと、で目星をつけといて、もしここでなければ次のとこ回って、絶対に買うというね、そういう感じにしてるんですね。それでね、これ1000円前後で買いましたけども、1000円で買えないとこもあるんですね。いろんな店に置いてあるんで、ちょっとずつ値段がね、違う場合があると。はい。ある店では1100円。ある店で1300円とか。ある店ではね、私体験したら1600円ぐらいしたような記憶がありますね。ちょっと記憶が曖昧なんでね、定かではないですけども、1600円はちょっと高いですよね。1000円で買えるようなものが、店によっては1600円とか、1300円とかザラにあるし。はい。これでね、まあ、最初の頃は値段なんか見ないで買うわけですよ。どうせ買うからね。で、パッて手に取って、会計して、で、レシート見ると、1600円。あれと思って。こんな高かったっけと思って。前はね、
まあ、900いくらで税込みで1000円前後、はい、で買えたのに、なんかこの店急に高いなみたいな感じで、うん、で値段をねつけるのを間違えてるんじゃないかと思うんですけども、次の時行った時もやっぱり高いよね、うん、で数百円の違いなんで別にこだわらなければこだわらないでいいんだけども、1300円で買えるものと1000円で買えるもので中身一緒ですからね、アパカードですからね、だからあんまり変わらないといえば変わらないんだけども、300円違ったら3回買ったらもう1本買えちゃうみたいな感じで、もうずっと買ってますからね。1年に何本ぐらい買うんですかね、これ1本で2ヶ月ぐらいは持つんですかね、まあ5、6本1年で買うわけですから相当なお値段になりますよ、トータルではね。普通のね歯磨き粉はね本当に200、300円で売ってるのもありますし、安いのはね、だからこういうこれぐらいですかね、私が消耗品でいいのを買うのはね、消耗品でこれも最高レベルでしょう、アパカードは。まあもっと薬用のねもっと高いのもあるんだけども、それはまあ特別な機能がついてて、歯茎がどうとかね、歯槽膿漏がどうとかね、薬用のまあ特別なやつはあるんだけど、それ私それじゃないから単にこう歯磨き粉でエナメル質とかをね修復したりとかそういう感じなので、そこまで機能を求めてないというかね、うん、だからこれも一応普通の歯磨き粉のカテゴリーだと思うんですけども、まあ1本何グラムですかね、1本これ何グラム入ってるんですかね、書いてるはずなんですけどね、125グラム、うん、で1000円ぐらいね、だいたいいいお値段なんですよね。それで、まあ、アパガードを買い続けてるので買いに行くと相場も分かりますし、だいたいこのぐらい相場だなって分かります。だいたい1300円とか1200円とか多いですね。で1000円前後のはすごく安い安売りなんですね、うん、で売り場を見ていくとね、アパガードで5、600円の商品が置いてたね、あーと思ってアパガードで5、600円は非常に安いと思うので、こう手に取るとですねなんか雰囲気が違うわけ、あれと思ってアパガードって書いてあるのになんか違うなと思ったら、ミニタイプなんですね、ミニタイプ、アパガードの中でもこの小さなタイプ売ってるんですね。よく旅行に行くときに持ってくような小さなタイプの歯磨き粉、通常のサイズの半分とか3分の1ぐらい、そのぐらいの容量しか入ってない小さなタイプのアパガードがありまして、それがね半値ぐらい半額ぐらいなんですね。もしかしたら300円400円かもしれないですけども、うん、でまあそれはね安いんだけど量が少ないんで、やっぱりこれはダメだろうということで、まあ意味がないだろうということでね、うん、まあやめて、まあ、通常サイズの125グラムをずっとね買ってるわけです。